北京党の息子が昇格別の内情あり李強首相解放を主張するも党首は外資規制強化を求む中南海が故序立を処分するつもりか在新メディアの敏感な記事が3回連続封殺される各位观众大家好今日は1月1 9日、星期五欢迎收総疫情最前線、我是い、a c ク。 中国共産党、中共の前党首、国晋党の息子である国会法は、これまで何度か昇進が噂されましたが、今回ついに民政部次官への昇進が実現しました。これは現党首の状況を落ち着かせるための動きだという見方がある一方、習近平が国会法を北京に移して監視し、地方レベルで政治勢力が結集するのを防いだという見方もあります。 中共の人力資源社会保障部は1月16日サイトで国務院の人事異動を公表しましたその中には国会法が民政部次官に就任した情報もあります現在民政部の公式サイトでもすでに指導者リストが更新され国会法を含む5人の次官が掲載されました 今回、国会法がようやく時間に昇格したことについてアメリカ在住の学者ゴッソライ氏は1月17日付の大紀元に対しこう語りましたこれは習近平はこをなだめ友好を示し党内の分裂を縫い合わせ自身の重大な失礼さと不義の行動を補うためのものだ。 中国問題専門家の王鶴氏は習近平は国金党のメンツを保つために体の調子が悪い国金党の代わりに息子を北京に入らせ父親の面倒を見させようとしているのではないかと見ていますしかし国会法が習近平の信頼を得るのは非常に難しくこれ以上徴用される可能性は低いと付け加えましたおそらく一生腹部級で出世する余地はかなり限られている ななぜならら国近党の息子だからだかと王氏は述べています香港紙名法は1月17日の論評で地球史レベルの党委員会書記が国務院の部の時間に昇格したのは何年も見たことがなく異例だと指摘しています国会法の昇進は海外のソーシャルメディアでも話題になっています X アカウント良相伊風さんは国会法の昇格は能動的だったのか妥協せざるを得なかったのかどちらにせよ習近平の権威が下がった表れだとしました能動的なら習近平は盟友が必要だったのであり妥協せざるを得なかったのなら政敵を減らす必要があったからだと言います 問題は国会法の昇進によって党内での難局を緩和できるのかということですが明らかにできないと分析しました独立系評論家のシャンヤン氏は国会法は昇進したようだが毎日が白票を踏む思いでひいては怯えていると投稿しました政権内で陰険な方法で人を殺した実例として立国教こそがまさにそうでした 国会法昇格の内情を私たちは知り得ないが彼の白髪とやつれた目を見れば政治闘争の残酷さがわかると述べています次のニュースです中共の李強首相は1月16日スイスで開催された世界経済フォーラム WEF の第54回年次総会ダボス会議で外資が中国に入ることを望むと改めて表明しました 一方習近平は同日金融監督管理委員会に金融犯罪を厳しく取り締まるよう求めました専門家によれば外資はこのような監視規制に怯えているといいます同日午前中李強は会議で25分間のスピーチを行いました その中で2023年に中国の経済成長率は当局目標の5%を上回る約5.2%の成長が見込まれると強くアピールしましたしかし消費の減少生産価格の低下デフレ危機など中国経済の低迷が続いていることから GDP が5.2%に達するという主張に外部は懐疑的な見方をしています アメリカのマイク・ポンペオ前国務長官の中国問題顧問を務めたヨ・モシュン氏は16日アメリカ政府系メディアラジオフリーアジアに対しこう話しました外部は中国経済と中共政府に対する信頼を失っているので中国経済が昨年5.2%の成長を達成したという李強の主張は全く信じられない続けて次のように語りました まず中国政府のデータは自分で作り上げたものだなぜなら中国の経済データは常によく最も困難な時期でさえ成長しているもう一つはこの数字を検証する術がないことだかつては海外の評価会社が中国に出向いて限定的な調査を行ったこともあったが今はそのチャンスすらない 外資の信頼を回復するため李強は会議で中国は対外解放を主張し外資参入のネガティブリストを引き続き削減し外商投資企業の待遇を保障すると再度表明しましたさらに世界情勢がどのように変化しようとも中国は対外解放という基本的な国家政策を堅持しドアはますます広く開かれると述べました しかし中国経済は低迷を続け地政学的リスクは高まっている上中共のスパイ防止法はビジネス投資環境を悪化させていますそのため多くの外資が中国市場から撤退しています中共商務部によると昨年1月から11月までの中国の対外直接投資 FDI 額は1兆400億元で年間で10.0%減 6ヶ月連続の減少となりました李強は外国企業や投資家の信頼を回復することを望んでおり外国人投資家に対し中国市場を選択することはリスクではなくチャンスであると声を上げましたしかし専門家は中国経済の見通しを楽観視していません余摩春氏によれば李強の態度表明は外資に働きかけることはできないと指摘しています ななぜなら外部は中共政府の行動を見ているからだと言います当局は口ではうまいことを言っていますが外資に対する弾圧は体系的だとしました中共政府が投資環境を変えないのであれば口先で皆に投資を呼びかけても投資家の選択が変わることはないだろうと吉は考えています ワシントント DC のシンクタンクブルッキングス研究所の米中関係専門家であるパトリシア・エム・キム氏は次のように分析しました中共指導者が投資家を安心させるためにできる最も重要なことは台湾海峡での侵略的態度を低下させることだなぜなら紛争の可能性と紛争がもたらす深刻な経済的影響に対する懸念が高まっているからだ 主催者によると今年のフォーラムには120カ国2800人以上の指導者が参加しました参加者にはアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領中国の李強総理などが含まれています李強総理が外国企業に対して呼びかけたその日中国の勝負級主要リーダーは金融の高品質な発展を推進するための勉強会を中央投稿で開催しました 中央政治局常務委員である再起が開会式を主催し、習近平がスピーチを行いました。政治局常務委員全員がこれに出席しました。習近平は中国特有の金融発展の道は西洋の金融モデルと本質的に異なると述べました。 また金融リスク特にシステミックリスクの防止と解消を再び強調し金融監督は歯と棘を持ちエッジがある必要があると指摘しましたまた金融監督機関と業界監督機関が連携し金融犯罪に厳しく取り組むよう求めました独立派の時事評論家である蔡新魂氏は X のプラットフォームでの投稿でこう指摘しました 習近平が勝負級の幹部会議で行ったスピーチは外国企業が聞くとおそらくおののくだろう。李強の呼びかけが外国の要人や外国のビジネスマンに中共への信頼を回復させることができるのか。明らかに李強の言葉だけでは不十分で、李強が習近平を代表することもできない。 このような監督の基本的な考えでは誰が将来に自信を持ち期待するだろうか誰が李教の必死の呼びかけを気にするだろうか最後のニュースです。1ヶ月以内に中国の在新メディアの3つの記事が連続して中共当局に封殺され、社長の古序立のウェイボーは今もなお空っぽの状態となっています。 分析によれば、故序律の背後には、一軍の高二代や、各界で知られた学者たちがいるとされています。もし、在新メディアと故序律に手を出すならば、習近平の中央政府は代償を払わなければならないかもしれません。2023年12月25日、在新週刊は、実時休税の思想路線を振り返ると題された社説を発表しました。 この記事では、党将兵の改革解放は実事求ぜ、事実に基づいて真実を求めることに頼る必要があるとしました。これは案に、習近平を、五党、五国、党と国を誤ると非難したものです。この記事は即座に封殺されました。2023年12月31日、在新メディアは、2023年、ついに別れが訪れるという特集を掲載しました。 これは2023年に亡くなった国内外の要人の追悼記事で彼らの写真が添付されていましたその中で最初の写真は立国境の白黒写真でしたこの記事は即座にアクセス不能となり該当ページを開くと404エラーの文字が表示されました同時に故序立のウェイボーの内容も全て削除されました 今年の1月14日、在新メディアは、新疆ウイグル自治区の警察による拷問に関する特別記事、容疑者、孫仁拓の死を発表しました。この記事は、5年前に起きた驚くべき事件を記録しています。公務中に死亡した警察の子である孫仁拓が、国保、国家保安大隊による拷問で死亡した出来事を明らかにしています。 同記事によれば新疆ウイグル自治区の50代の任定帝の夫はベテランの警察官で公務で殉職しています彼女の一人息子である孫忍拓は2018年3月27日に扇動的な行為の疑いがあるとして刑事的交留を受けました 孫忍拓はイリカザフ自治州各条件の拘置所に収監されている間警察による拷問を受けました2018年9月27日の未明孫忍拓は各条件拘置所で7時間以上にわたり複数の警官による拷問を受けた後昏睡状態に陥りその後複数の病院の ICU を転々としました 同年11月9日43日間の昏睡状態の末孫仁拓は31歳にならない年齢で死亡しました警察は孫仁拓が尋問中に水を求めたが水を飲んでいる最中に咳をし昏睡状態に陥った尋問者には責任がないと主張していました 任帝帝は圧力にさらされながらも真相を暴き訴え2023年11月6日8人の警察官が故意傷害罪で3年から13年の懲役刑を宣告されました在新メディアのこの特集記事もすぐに削除され孫忍拓は敏感な言葉となりました わずか1ヶ月も経たないうちに、在新メディア参加の3つの記事が中共当局によって封殺され、論議を呼び起こしました。在新メディアは多年にわたり、中共の全指導者である当昌平の改革開放路線を支持し続け、古序立自身も中共党内の改革派とみなされています。その背後には、王岐山の支持があると指摘されています。 政治評論家の周行記氏は15日大紀元への寄稿でこう述べています社説実時急瀬の思想路線を振り返るから立国境ら個人を懐かしむ記事公安の裏側を暴露する記事まで在新メディアの各トピックは非常に重苦しいながらも現代社会の問題を率直に指摘している 改革開放と放置の道を放棄し、後戻りで道を歩んだ結果、今日の政治的な雰囲気は抑圧的だ。経済は不景気で、人々は困難な状況にあり、民衆の不平が満ち溢れ、国際社会から孤立している。そして、この逆行した道の果てには深淵が待っていると指摘している。 習行騎士によれば、現在人々が目にしているのは、敏感な記事が削除され、故助立のウェイボーが削除されたが、在新メディアが依然として運営されているということだと言います。これは明らかに故助立と習近平の関係、その背後にいる支援者、そして故助立の代表する一軍の人々と関連しています。習行騎士はこう指摘しています。 故除率の背後には改革開放を支持する高二大グループや様々な分野で知られた学者たちがいるもし本当に財新メディアや故除率を動かすのであれば中共はそのコストと代償を考慮する必要があるしかし誰もが習近平がこの一歩を踏み出さない可能性を排除できない 中共党内や軍内ですでに数え切れない敵を作った習近平の中央政府は台湾の選挙結果で再び大きな打撃を受けたもし独断選考を続ければ最終的に末日への道を加速し続けることしかできず結局は多くの人々が背き近親者も離れて行き非常に悲惨な結末を迎えるだろう 日頃より中国関連のニュースを視聴されている皆様に中国政権からの迫害に同時ない芸術団の存在を紹介させてください。皆さんはシェン0ン芸術団についてご存知ですか ?2010 年1月27日から31日にかけてこの芸術団は香港で上演する予定でした。この芸術団はとても人気で約1週間でチケットは完売しました。 しかし、香港の入国審査局によって、シェンエンの制作主要メンバー入国が拒否され、公演中止を余儀なくされました。一つ大事なことなのでお伝えしておきますが、シェンエン芸術団は中国共産党政権とは全く関係ありません。 失われた真の中国伝統文化の復興を自らの使命として背負うこの芸術団はニューヨークに拠点を置き年間800公演を200都市で行っています中国の古典舞踊を現代に届ける浅円芸術団がこの冬日本にやってきます今アメリカやヨーロッパをはじめ世界でセンセーショナルを巻き起こしている必見の公演です 表現の自由のない中国を飛び出し自由の国アメリカから芸術の力で真の中国の伝統を呼び戻そうとしている人々ですですから政権のイメージ戦略に使われる舞踊劇のようなものとは全く別物ですこれを聞いてホッとされた方も多いのではないでしょうか むしろ中国政権はこれまで何度もこの繊ン,ン公演の妨害を繰り返してきました一方で繊ン,ンはこれまで共産党政権が中国の伝統を破壊してきた事実を演目の中に取り入れ臆することなく表現していますなぜ当チャンネルでこの芸術団についてご紹介したのかお分かりいただけたのではないでしょうか なんといっても日本は中国の古き良き文化に親しんできた国ですから日本の方々には特におすすめできる公演ですとはいえ多くの方はここ数十年の中国共産党統治下の中国にはうんざりしていることでしょう近いようで遠い国とそう感じていらっしゃる方も多いでしょうですからぜひ失われた真の中国を 悠久の文明が育んだ美しい芸術公演を劇場で生で体験されてみてはいかがでしょうか。厳しい鍛錬を重ね、一流のアーティストが与える力強いエネルギーを劇場で体験してみませんかぜひ概要欄から公演情報をチェックしてみてください。あなたのお近くの都市に1 0円芸術団がやってきます。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多謝各位收睇，守護真相絕對唔會放棄，我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋 patreon。我係 Zack，下次再同大家見面。